どうもこんにちは。今回はですね、クワガタのペアリングについて動画で解説させていただくんですけれども、プロブリーダーとか販売業者やってた頃からだいたい20年ぐらいずっと同じやり方やってるんですけれども、まず間違いなく安全にペアリングできるという方法になりますんで、もしよろしければ参考にしてみてください。自分なりのやり方ですんで、人それぞれ作法があると思いますから、どなたも否定するつもりはございませんので、何か役に立てればいいなといった感じです。クワガタのペアリングをやっていく際に一番大事になる部分なんですけれども、まずオスとメスがきっちりと性成熟しているという部分ですね。これ大平田ですけれども、だいたい羽化後1年ぐらいで僕はペアリングにかけてるんですけれども、どちらかが性成熟してない場合は必ずガチャンコになってトラブル起きますんで、そういった部分気をつけていただければ、まず間違いなくこのやり方で安全にいけます。準備するのは手芸用のワイヤーですね。これ100円ショップの手芸コーナーなんかで買ってくるんですけれども、ある程度の長さでカットしていただいて、このオスの大顎の内歯の下の部分にこう巻きつけていきます。これをこうクリクリクリっと巻きつけます。僕はね、こういうワイヤーで縛れるクワガタのオスは全て縛ってます。よほど小型種でない限りは 100% ワイヤーで固定してます。虹色クワガタとかね、ラムプリマーとかサビクワガタとか小型のネブトウみたいなものはさすがにここまでしませんけど、でこの状態である程度顎を閉じて、まずこう一回内歯を巻きます。ぐるっとこうですね。で顎の形整えて、今度は左へ巻きつけます。そして真ん中でワイヤーを結ぶんですね。これで1回2回3回4回5回ぐらいかな。はい。でこの余ってる部分をハサミでカット。これで全てですね。大平田なんか特にね、メスをパチンとやってしまうことが多いんですけれども、この手芸用ワイヤーで固定するやり方で、まず間違いなく無事にペアリングしてくれるようになります。これね、ちょっとワイヤーの巻き方とか結び方についてはある程度コツがあるんですけれども、先ほどのシーンを2回3回見てもらえれば必ずお分かりになられると思いますんで、ぜひマウスであるいは指先で戻っていただいて、もう一度ご確認ください。今回ペアリングにかける大平田のオス、もう一匹いますんで、実際に作業をしていきましょう。100円ショップで買ってきた手芸用ワイヤーなんですけど、まずはある程度の長さでカットします。パチッとな。そして左側の内歯の下にくるくるくるっと結んでいくわけですね。クワガタってやっぱり性成熟の期間かなり長いですから、半年から1年ぐらいゼリーをあげてお世話するわけじゃないですか。でペアリングの段階でオスがメスをバチッとやっちゃうとか、本当に何のこっちゃわからないというかね、話にならないんで、
こういう部分での過信っていうのは禁物ですね。で、国産オクワガタなんかはおとなしいですからね。アンタイウスとかもそうですけど、メス殺しって大丈夫だろうと思って、実際にペアリングケースに入れておいたらメスが真っ二つとかね、あるあるなんで、過信はやっぱり禁物です。こうやってね、ワイヤーで固定することによって安全なペアリングっていうものが可能になりますんで、これだけのことで確実にメスを元気な状態で産卵セットに投入できるわけですから、この手間っていうのは惜しむべきではないというのが僕の考え方なんですけど、まあ、こんな感じですね。この顎閉じた状態で固定するのがコツです。顎がこう自由にガチガチできるってなったら、ワイヤーで固定できてないってことですからね。まあ、これで全てですね。まあ、大平田やっぱり非常に強力な大顎持ってますんで、扱いにはご注意くださいね。僕がクワガタのペアリングに使ってるケースはいつもこれです。飼育ケースの小サイズで、成虫管理用マットある程度の深さで入れまして、オスが食べるゼリーとメスが食べるゼリーをかなりの個数入れてます。で、これ全部食べ終わったらちょうど1週間から10日ぐらいですので、ペアリング完了という見込みで産卵セットにメスを入れていくんですけれども、まあ、ここにオスとメスを入ってもらうわけですね。で、交尾の確認っていうのは僕は特にしてませんけれども、やっぱりこれだけのゼリーを全部食べきるってなったらそれなりの時間を要しますんで、その間に1回だけじゃなくて2回3回と交尾してもらうのが僕のペアリング方法になります。で、ラベルを貼った蓋をして、この状態でこのゼリー食べきるまで放置ですね。で、1回のペアリングセットでだいたいいくつか作るんで、こういうやり方になるんですけれども、まあ、丁寧にね、生きたい方は目の前でこうやってオスとメスを結婚させるといいかなと思うんですけれども、まあ、僕はそこまでじっくりは見てないので、いつもこういうやり方で、ちょっと雑かもしれないですけどペアリングのセットを組んでます。まあ、こういうねペアリングのケースを時期によっては10個20個積み上げたりもしてましたけれども、まあ、今はそこまでのクワガタ引き数やってませんので、こんな感じで OK です。というわけで今回はですね、クワガタのペアリングについて、大平田の大顎を実際にワイヤーで縛るシーンなど含めて解説させていただきました。やっぱりですね、クワガタのメスにとってオスが大きくて力強い大顎を持っているというだけで十分脅威になり得ますので、こういったオスの大顎をワイヤーで縛るという作業で安全確実なペアリングが行えるようになります。人それぞれいろんなやり方があると思いますんで、それで構わないと思います。みんな違ってみんないいというね、それでお願いします。もし何か参考になるようなことがあれば非常に幸いでございます。今回はどうもありがとうございました。またぜひ動画の方見てやってください。それではさようなら、バイバーイ、イエーイ。